こんにちは、ゼキザップです。本日は7月13日土曜日、時刻が14時を過ぎたところで、今日はもともと雨予報だったんですけど、まあね、まさかの快晴でものすごく暑くなりましたね。で、まあ、時刻14時過ぎたらこんな感じで、まあ、かなり曇ってきて涼しくなってきたので、まあ、この隙にハンター株のメンテナンスをやっていきたいと思います。一応自分のハンター株、まあ、2020年の8月末納車なんで、まあ、もうそろそろ4年乗った感じになります。で、走行距離が3万9000キロ目前なんで、まあ、よく頑張ってくれてるなっていう感じですね。で、まあ、細かいメンテナンスはオート販売の方に任せるとして、まあ、今日は自分でできるメンテナンスということで、まあ、こちらチェーンですね。で、今ついてるのが、ゴールドチェーンで、交換するやつも、今ついてるやつと同じゴールドチェーンになります。まあ、DID の 428NZ ですね。まあ、これを、純正を1万8000キロで交換して、今3万9000キロだから2万1000キロ使った感じになるんですが、まあ、特に不満はなかったので、まあ、引き続き同じやつを使っていく感じになります。まあ、強いて特徴を言うのであれば、純正よりかはチェーンの張りの調整が少なく済むかなっていう感じですかね。まあ、特段ね、燃費が良くなるとか走行性能が良くなるということは、まあ、体感はしなかったんですが、まあ、調整がねそんなにやらなくていいのはかなりメリットになるかなと思います。ということで、じゃあ交換していきますか。まあ、交換の仕方については2年前ですかね、しっかりと丁寧に撮った動画がありますんで、そちらの方を参考にしてもらえればと思います。とりあえずはこの GoPro でそのまま撮っていきますが、このクリップがあるとこですよね。まあ、これを、大体真ん中ぐらいにして、プレートを外して、で、これで古いやつが外れますと。で、そしたらこっちの新しいやつですね、これを開けていきます。やばいね、すごい。で、この新品のチェーンをこの古いチェーンと連結させて、これでくるくると回していく。これで入りましたという感じです。で、またプレートを入れて、で、このロックするやつをこの開く方が、こっちのフロントのハンドル側に向くような、形で止めていきますと。じゃあこれ吹きかけて、今日はもう時間があれなんで、また明日。はい、それでは翌日の朝6時30分を過ぎたところで、雨が降る前にちょっとねチェーン交換後にしそうということで、まあ、軽く近所の田んぼ道走っていきます。さあ、それでは久しぶりにチェーン交換をして初走行ということで、やっぱり音が静かになりましたよね。まあ、GoPro 動画だと分かりにくいんですけど、まあ、実際にこう走らせていて、まあ、ガードレールの横とかそういうところを通るとシャリシャリ聞こえていたのが全然しなくなるんで、やっぱりチェーン交換っていうのは、まあ、やるだけでもテンション上がりますよね。まあ、そしてハンター株のチェーンといえば、まあ、シールチェーンにされる方もいれば、まあ、自分みたいにノンシールのチェーンにする方もいて、まあ、それぞれメリットデメリットあるんですよね。まあ、シールチェーンだとあっちの方がメンテナンスしなくていいんで、まあ、本当ね楽っていうところがありますが、やっぱフリクションは上がるんで多少燃費が落ちるっていう話ですね。で、自分が使ってるゴールドチェーン、まあ、ノンシールチェーンなんですけど、まあ、こちらはシールチェーンと違ってメンテナンスは必要なんですけど、まあ、そこ
こで気にしないでも使えるかなっていう感じですね。まあ、とにかく純正チェーンをずっと使ってきた人だったら、まあ、自分が今回つけたようなゴールドチェーンにすると、まあ、同じノンシールチェーンでも、まあ、ここまでメンテナンスの頻度が下がるのかと、まあ、その辺がね、まあ、非常に楽になるのかなと思います。まあ、もちろんチェーンに油くれてとかそういうのは必要なんですけど、張りの調整って結構手間だったりするじゃないですか。まあ、その頻度が純正チェーンよりも半分ぐらいで済むので、そこは本当助かりましたね。まあ、ちなみに今回自分はチェーンだけを交換したんですが、まあ、2万キロ使ったんであればチェーンだけでなくって、まあ、スプロケットとかも同時に交換するのがおすすめとなっております。なので自分は後日オート販売の方で、まあ、スプロケットも変えた方がいいねと言われて、まあ、交換となりました。まあ、そんなわけでハンターカブの方、現在チェーンとスプロケットが新品なので、なんか走らせていて楽しいですよね。なんかその辺が、まあ、プラグ交換とか効果がいまいちわかんない部分よりかは、まあ、チェーンっていうのは本当音で違いがわかるんで、そういうところが楽しさにつながっていきますよね。あとは見た目ですかね。まあ、自分の方はゴールドになってるんですけど、これブラックの割合が多い方のチェーンにするのもかっこいいなとか、まあ、そういうのね、毎回交換するために思うんですよね。であとはこの綺麗さをいかに保てるか、まあ、結局自分ね、メンテナンス適当にやっちゃうんで、毎回秘伝のタレをつけていくことになるんですが、まあ、今回こそはゴールドチェーンの輝きを、まあ、長く持たせたいなとか思っております。まあ、少なくともね、北関東株主総会まではどうにか持たせたいですね。さあ、一通りいつもの田んぼ道をぐるっと走ってきました。やっぱ交換直後っていうだけあって、まあ、ガードレールから反射してくる音っていうんですか、シャリシャリ音っていうのは、まあ、小さくなった印象ですね。よし、で時刻の方がもう7時になるところなんで、まあ、今日はこの辺でもう帰って朝食でも食べて、まあ、買い物を済ませてひたすら動画編集するか、もしくは天気が持ってくれれば、次はプラグですかね。プラグの方もチェーン同様、確か走行距離1万8000キロぐらいで、前回交換して、あのモト DX ですかね、バイク専用プラグと言われるやつなんですけど、まあ、それに変えてるんですよね。でそれも2万1000キロ使ったことになるんで、一回様子見るので開けて店長に渡してみるか、あと最近なんかハンターカブも不調なんですよね。アイドリング中に止まったりだとか、まあそういうのがあるんで、いやけどあの止まり方はプラグじゃない気がするんですよね。なんか燃料がうまく吹いてないような、まあそんな感じなんですが、まあとりあえずまずプラグ交換。で、その後、ヒューエル1か。よし、じゃあとりあえずこの辺で、帰ります。はい、ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、この映像自体は7月14日撮影なので、まあ、大体3ヶ月前ですか。いや、こうやって見返してみると、まあ、ほんとハンターカブあの時調子悪かったなーっていうのをね、なんか思い出しますよね。いや、ほんと狂ったかのようにアイドリングストップしちゃって、ああどうしようという状況だったんですけど、まあ、ヒューエル1本で調子が変わっちゃうんだから、いやほんと驚きですよね。まあ、そんなわけで皆さんのハンターカブももしエンジンの調子が悪くなったら、まずヒューエル1入れてみるのがいいのかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。